私は市役所というところにこう元公務員として勤めていたときに、ある事件が起こったんですね。イギリスの BBC がチェチェンで日本人の僧侶を逮捕したというですね、ニュースが世界中に流れたんですよ。それがなんと寺澤純正証人でした。その報道が一歩でも遅れていたら銃殺されていたところなんですね。この平和な日本で平和論は決して言われません。必ず紛争地に行かれてですね、戦争、平和活動やめるようなですね、戦争をやめさせるような平和活動をされております。まあ、非常に不思議な体験とかをですね、されている方で、世界中に私はたくさんおいでます。で、必ずそこの地、その地で道場、今お聞きするとウクライナだけでも4カ所ぐらいの道場があるんですね。難民を連携と整える、日本人はほとんど多分知らないと思います。行く場所行く場所に道場ができる、できるんですね。で、エリザベス女王からですね、アポなしで来ていいって言われた日本人ですね、お亡くなりになった安倍総理がお弟子になってたんです。その話も俊さんから直接伺えばよろしいかなと思います。あと、ゴルバチョフ書記長、ソビエト共産最後の、まあ、書記長ですね、ソビエト共産党、それをソビエトという国をこう崩壊してしまった、そして引き金を引いた張本人なんですけども、そのゴルバチョフさんとは非常に仲のいいで、誕生日にはインビテーション、お誕生日のパーティーに行きませんかっていうんですね。あるいは皆さんご存知だと思いますけども、ジョン・レノンと奥様のですね、小野洋子さん、国連の会議から出てきたら私拉致されて連れてかれましたと思って、どこですか、小野洋子さんとジョン・レノンに渡って連れてかれて、で、小野洋子さんがアルバムを出てほしいんです。難病応援に行こうとアルバムを作ってますけども、それを作ったきっかけ、お作りになったのは実は寺澤商人ですね。私は初めて、生まれて初めてピアノを弾いて即興でこう、難病法令に影響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 っていうアルバムがあるんです。普通の人が聴いてもよくわからないアルバムなんですけども、その小野洋子さんが作ったアルバムを作ったきっかけは実は寺澤商人なんですね。まあ、壮絶な生き方を、常人ではちょっと考えにくい生き方をされたりしています。まあ、そういう今日寺澤商人をですね、地方でお迎えできて、まあ、法話をいただくというのは本当にありがたいなというふうにして思っております。今回、まあ、主催をしていただいた明宮先生の方にですね、ちょっとバトンを渡して、皆さんの今日どういう方が来られているのか、そうですね、ちょっと目悪いのでよく見えないというか、ありがとうございます。はい、今日は本当にありがとうございます。寺澤純正証人様、それとセルゲイ・フィロレンコ少年様で、何よりも高野常泉さん、本当にこんな素敵な機会をいただいたことを心より感謝したいと思います。金曜日だったかな、木曜日だったかな、初めて直接、純正証人に電話をさせていただいたんですね、今日のために。もう電話に出られた僕は多少緊張してですね、すごい偉い方とお話しするのも初めて電話するんで、そしたらもう帰ってきた声が高くて、100年前から知ってるような感じでこう喋らせていただいて、で今日もですね、でもそうは言ってもお顔拝見するのは今日が初めてで、おはようございますって言ってしばらくして出てきた時のお顔が本当にあったかくて慈愛に満ちていて、もう会った瞬間になんかね、緊張なんかはふわっとなくなって包み込まれるような温かさ、幸せを感じる瞬間でした。で本当にありがたいことに UR の方でもお経をいただいて、こちらに参りました。純正証人、ここにいらっしゃる方はですね、僕とかそこに一番端っこにいらっしゃる聖夜さんがいろいろ催すイベントを通じて知り合った仲間なんですね。で、関東の方が多いんですけれども、中には九州の方、それから神戸の方も、純正証人の話をもうぜひとも聞きたいということで、今
やってまいりました。一人の方は九州からなんで一日では来れなくて、昨日金沢に泊まって、わざわざじゃないですね、ありがたく来させていただきました。本当に楽しみにしております。どんな話が出るかはもうね、お任せなんですけれども、後ほどもしできることであれば、皆さんと一言ですね、皆さんもそれぞれ、庶民に伺いたいことですとか、なんか感じたことをお話したいと思うんですね。そんな時間を最後の方にいただければ本当にありがたいと思います。はい、そういうメンバーでやってまいりました。今日は何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では失礼します。はい、よろしくお願いいたします。南無誘われて、今日こういう形で高野上人様の妙法寺で、はるばる遠くからおいでいただいた皆さん方と一緒にこういう時を設けさせていただいて、本当に幸せでとても嬉しく思います。本当にお任せで、私も何の準備もしてなくて、今日こちらに連れていただいて、私の話をするってことも今まで知らなかったので、あの本当にお任せのままで、あの話させていただきます。そういうことお願いしてなかったの。あの今回しばらくウクライナにおりまして、皆様もご存知のようにウクライナは今近代のみならず、人間というものの、人類というものの歴史がいろいろあって、いろんな栄光盛衰の中で今日まで来た人類が、あるいは歴史上直面したことのない過渡期にある、こういう大きい深い、文明全体の根幹、人類がこうして今国際社会というものを近代になって、国際社会というものが初めてできた、人類の意識の中にインターナショナルコミュニティという全体というものの上に、今は地球全体をどう統治していくかということでずっと模索が続いて、いろんな試行錯誤があって、そして今直面しているのは最大の危機ではないかと思います。第二次大戦という、これが最大の危機かと思いましたけど、今その後に延々と国連というものができたり、国際司法裁判所というものができたり、いろんな全人類的な課題というものをどう克服していくかという試行錯誤の構築の中で、根幹的な危機を今迎えていると捉えている。で、その危機の大きさと深さというものは、人類の歴史全体を通して見てもある意味では最大の危機ではないかと思うんです。まあ、ジンギスカンの蒙古の時代、それから共産党革命、ロシア革命の時代、その後第二次世界大戦、そういうものを経てきた上で、グローバルガバナンスという問題が一つあります。それからインターナショナルコミュニティという全人類的な共同体意識というものがございます。だけども、それが本当にどういうところに向かっていくべきかという
矢先に冷戦終結という一つの大きな歴史的な転換を迎えたんです。でそれがいい方向に行かずに全く逆転に取られて今という危機を迎えている。その集約した場所がウクライナの戦争なわけなんですけど、不思議なことにこの20世紀の最後のベルリンの壁の崩壊、その直後に湾岸戦争、そしてその直後にソ連の崩壊、私は不思議なことにその全ての現場の中でお太鼓を打ってお祈りするという因縁をいただいてるんです。私の一つのなんていうかタイトルみたいに紛争地を巡るお坊さんというようなちょっと副題がつくようになってしまいましたけれども、私の感覚はそうじゃないんですよ。行ったところに激動が起きちゃう、激動が起きてからそこに行ってるんだ、その前に行っているうちにそこが大変な転換期の火中そのものになって、その渦の真ん中で南無法蓮華経という祈りを途絶え続けてきたというのが私の五十何年という出家生活の中で私が実感している気持ちなんです。ですから19で出家をしまして、その後すぐ私どもの首相夫人日達上人といいます、日本座明法寺のを開かれた日蓮宗から出たお坊さんですけども、藤井日達上人、私の一生の師ですけれど、ある意味ではアジア全体を代表する現代の出家僧だと思うし、全世界的に見た本当の仏様のお心というものを一生自らの生き方の中で実現していかれた死だと思います。で、そういう死に出会えたということがまず最大の幸福です。まあそんなエピソードを一つ一つ話していくと再現のないことになりますけど、一言だけどうしてあったかということだけは言っておきたいと思うんです。私はこの白衣の地で生まれて、白衣の地で育って、そして16、まだ高校1年か2年の頃ですけれど、私はある意味では、芸術家風のところがあったんですね。それは両親の感化でしょうけれど、で音楽というものにとても惹かれて、特に西洋音楽のクラシックにとても惹かれてたんですけども、何に惹かれたかというと、やはり宇宙的な霊性宗教性の響きというものを、ヨーロッパのクラシックの中にあったんですね。バッハだとか、モーツァルトだとか、ベートーヴェンだとか、ある意味聖なるもの、宇宙の中にある普遍限りない聖なるものというものを感じできる一つのきっかけというものがその音楽の中にあって、それは若い子供の時代からそういうものに育てられたということもありますけれども、そんな中でそういう感覚感性だけでなくて、今度は言葉で表現された一つの思想の歴史がありますね。そういう意味では日本のもの、東洋のもの、それから西洋のもののいろんな哲学書だとか文学書だとか詩とかそういうものがありますね。そんな意味でリルケというドイツの詩人がいますけども、そんな方だとかゲーテだとかね、それから日本のもちろん万葉集だとか古今集だとか、そういうものをもあさり読むようになると同時に、思想的なものでもヨーロッパの哲学書なんかもかじるようになってたんですけども、そういう10代で一番大きな転換はやはり仏様のお経仏典を拝んだということです。もう一つはやはり西洋世界を築いていった根幹にある
新約聖書ですね、バイブルですね、福音書ですね、まあ、そんなものを漁るように読んでたんですけども、ある時法華経は噂では聞いてた、学校の授業、あの教科書にも出てくるし、いろんな哲学書読んだり、いろんな方々の本を読んでみると法華経というのは出てくるわけです。聖徳太子も法華経を読んでおられるという、それからまあ、あの日本の鎌倉時代の仏教者の道元だとか親鸞聖人のものも読んでます。そんなものとヨーロッパ的な哲学の思索書と、それから宇宙全体の 聖なるものという世界の中にある音楽の世界、詩の世界、そんなものは、まあ、混然と一体になっているうちに、法華経はそんなにみんなが称えて、大切だと言っているということは少しずつ分かってきたんですけども、それを手に取ってみたのが、まあ、その16の時なんですね。でそれは高等学校、波及高校にあるんです。波及高校の図書館は立派な本が、こんな田舎の高等学校でしたけど、私にしてみればもう宝物のように素晴らしい本がいっぱいある図書館でした。でそこで法華経を初めて手にして借りて、それを家に持って帰って読んだんですが、なんと一晩徹夜で読み通してしまったんです。それほどにまでごっとしてしまった。もうその前に福音書とか聖書の言葉も一生懸命読んでたんですけど、それでね、本当に強烈な初めて目が開いたというか、目を開かされた。いろいろ考えて悩んでいって、いろんな疑問があった。その根本的な疑問のすべてが一つ一つそのまま生の形でね、仏様の言葉として答えをいただいてしまったというか、そして一晩でそれを読み上げたんですけど、何がその大きな疑問かというと、やはりここに存在して生きているということの本当の意味と目的が、誰か特別選ばれた人ではなくて、あらゆる人が、全ての人がその最高の今ある全ての知恵というのも言葉としてはおかしいんです。悟りというのもおかしい、救いというのもおかしいんです。本当のありのままの全てがみんな完成できると、最高の究極の世界にみんなが到達できる、必ずできる、誰でもができる、一人も漏らされない、その全体的な確証というものですね。一番宇宙で命の中で必要とする確証が全面的に全てここに保証されてあったということですね。そこで疑問も迷いも本当に消えてしまった。でもそれは感覚的で一瞬的なものですけども、そういうものを今度どうして一人一人が実現していくかという具体的な生き方の問題になった時に、どうしていいか分からなかった。私は子供の中学時代から白衣の教会に毎週日曜日に行って、一緒に賛美歌を歌って、聖書を読んで、家でも聖書を一生懸命読んで、イエスの生き方にものすごく惹かれてましたし、まあ、それでいろんな学校に行っても本を読んでも人によっても、じゃあ今その法華経に確証として与えられたこの全面的なこの素晴らしいここにいるという、生きるということの意味を実現していく生き方は、じゃあどこにあるかという時に、波及の中で見つかられなかったんです。もうそこでもやむを得ず、公式的に学校からもさようならして、お友達からもさようならして、お父さんお母さん おばあちゃんみんな言うんですよ。おばあちゃんなんか、あんたの言うことは全部実現してあげただね、ピアノを欲しいって言ったら買ってあげただね、なんでそんなものを全部捨ててね、どこに行くのと言って、おろおろおばあちゃん泣くんですけれど、で父親なんかはもう話にもならない、勝手にしろっていう感じでね、で出ていくなら出ていけっていう感じで、
で、おばあちゃんとお母さんがこっそりと1万円札、1枚か2枚か、どんどん私のところに手を出してくれてさよならしたんだけど、父親はね、一生渡すことないって言ってね、それでもまあ、行きたいなら勝手にやらいいっていう感じで、追い出された感じなんですけれど、それで、吐き分けた。で、じゃあ、どこに何して、どうしたかってことは、全くの白紙のまま、家を出たんです。吐き分けたんです。まあ、途中は飛ばします。その10日後、私は婦人に行った証人の真ん前で、地面に土下座して、ひれ伏してるんです。たった10日の間です。出るときには、日本三名王子っていう、名字も知らない、婦人に行った証人という方のことも一つも知らない、全くの無の中で出たんですけど、10日後に私は全準備で、ただこの人に会う、このただ一人のこの人の前に土下座してひれ伏すことができたんです。なぜ土下座したかというと、そのアメリカから帰ってこられた80おいくつになるんですね、85過ぎておられたお師匠様という方が、みんなそのお師匠様、お師匠様って言われる。私は高慢な若造ですから、お師匠様なんていう、そんな人間どこにいるものかと。どっかみんな騙されてね、みんなお師匠様って言ってるんじゃないかと思ってね。そんなもんだと、若造、青二歳ですから、そんな高くくってたんですよ。どんなお師匠様か見てみたいという、そういう感じでね。だけども、もうその保険